皆さん、こんにちは。今日は2クラス一緒に付与の消し方を復習しましょうね。毎日同じ話してる気もするにゃ。そうね、先生からもお願いするわ。では、総裁のおさらいか。ま、これを、そ、みじ、あと、連鎖のこれを利用、普通、それ、頑張るんだにゃ。といいんじゃないかしら。一連鎖でも総裁は総裁ですから、いろんな色で3匹ずつのまとまりを作っておけば、次に何色のぷよが落ちてきても総裁しやすいわ。しかも総裁した直後は無常もぷよが落ちてこにゃい。これはフィーバーを狙わない時でも役に立つにゃ。まあともかくやってみるのが一番ね。ラフィーナの相手は老いなんだな。行くわよ。ボルト、エターンセル、アルマージュ、ボルト。
ピエール・アーク。やるまでもなかったわね。さあ皆さん、フィーバーの基礎は分かりましたか？じゃあテストをするにゃ。そうね、本当にここまで分かったかどうか先生と対戦をしてみましょうね。大丈夫だにゃ、可愛い生徒をいじめたりしないにゃ。皆さん。